アービング・クリストルは、米国の文芸批評家。ネオコンのゴッドファーザーと呼ばれた。2002年7月、ジョージ・ウォーカー・ブッシュ大統領から、大統領自由勲章を授けられた。妻ガートルード・ヒメル・ファーブは、保守系の歴史家で、ニューヨーク市立大学大学院名誉教授。息子のウィリアム・クリストルもネオコンの代表的、存在であり、レーガン政権では、ベネット教育長官の、 ジョージ・ H.W. ブッシュ政権では、クエール副大統領のそれぞれ主席補佐官を務めた。ニューヨーク市ブルックリンにて正統派ユダヤ教徒の家庭に生まれ、バルミツワーを受ける。しかしながら、彼は自身の思想をユダヤ教徒無関係と主張している。ニューヨーク市立大学シティカレッジ在学中にトローツキストとして活動する。1940年に、 同大学から歴史学の学士号を取得して卒業。在学中、トロツキスとの集会でガートルード・ヒメルファーブと知り合い、1942年1月18日に彼女と結婚。1940年に第4インターナショナルのメンバーだったことを誇りに思っていると書いたのは1983年のことだった。第二次大戦中は、 1941年から1944年まで飛行不況部隊の軍曹としてヨーロッパで従軍。戦後は1年間マルセイユに駐留した。1947年から1952年までコメンタリー誌の主筆を務め、英国発の文明誌、エンカウンター誌の総監に参加するとともに、1953年から同誌の編集者を務める。 1959年から1960年まで、レポーターの編集者。1961年から1969年まで、ベーシックブックス出版社の取締役副社長。1969年から1988年まで、ニューヨーク大学経営大学院教授として、社会思想を抗議。民主党の高派を代表する、ヘンリー・ m ジャクソンや、 友人ロストが立ち上げたハンデタント団体、民主的多数派のための連合の設立にも参加し、同連合の副議長を務める。1988年から保守系、シンクタンクアメリカンエンタープライズ研究所のジョン・ M ・オーリン記念上席研究員。これらの地位や言論活動を通じて、ネオコン運動を軌道に乗せ、軍事非増強と国外派兵のほか、 サプライサイド経済学に基づく減税、インテリジェントデザインによる宗教的価値観の復興、米国憲法修正第一項に保障された権利の縮小解釈を主張した。クリストルは政治や文化を扱う言論誌、ザ・パブリック・インタレストや国際関係論を扱う言論誌、ザ・ナショナル・インタレストを創刊した。彼はまた、1965年の創刊から2002年まで、 ザ・パブリック・インタレストの編集委員をも務め、1985年の創刊から2001年まで、ザ・ナショナル・インタレストの発行人でもあった。1988年から、アメリカン・エンタープライズ研究所の常席研究員。1972年から、外交問題評議会の就寝会員。ウォール・ストリート・ジャーナル・機構社員会会員並びに、ナショナル・アフェアーズ社会長。 ネオコンを受賞した初めての人物とされ、クリストルは記憶にある限り、私はいつもネオだった。ネオマルクシスト、ネオトロツキスト、ネオリベラル、ネオ保守主義者。ネオトロツキストやネオマルクシストだった時ですら、宗教上はネオ正当派だった。私は一生ネオ尽くしで終わることになるだろうと自らを語っていた。 日本の政界にも影響を与えており、2004年4月29日に、後に価値観外交を掲げることになる、当時自民党幹事長の安倍晋三は、アメリカンエンタープライズ研究所での講演で、クリストルに敬意を表し、アメリカ同時手発テロ事件についての発言を引用した。ありがとうございます。